時刻は午後三時になりました。ビューティ・フルネームの時間です。この番組は、私たちが経験したお話、本の紹介、日常での出来事をお話しする番組です。お相手は、中曽根剛とちかです。はい、この番組では、メッセージを募集しています。メールアドレス七六一アットマーク FM 小座。jp。ファックス。ゼロ九八九三四八六五三。 また、FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。そして番組の模様は後ほど YouTube にもアップされます。FM コザの YouTube ページより視聴することができます。ぜひチェックしてみてください。はい。はい,はい。えっと… うん、なんかね内調寒いみたいでなんかねお昼のニュース見たらすっけこ雪、うん、東京雪降ってますね、うん、うちの子先週ねあの修学旅行で東京行ってきてるんですけど、うん、結構その時は晴れてて、うんうん、あのダウンジャケットも必要なくってうん、うんうん、あの普通に制服でまわれたって言って,てて一週間もねこんなに違うんですね,、うん、ね,ねはい<ー>すごいねさっきねそれあのちょっとそば屋に行ってそば食べながら 見てたんですけどね。もうなんかあ暑くて沖縄ねそば食べながら暑やついて食べてるんですけど上着取るぐらいだったから。ねえ内地はねもうすごい寒いみたいですね。ねそば屋で見てたけどもうすごいもう雪。雪雪ねすごい降ってますね。九州もしかして降るかもしれないですね。うん。うん。なんか滑らないようにね皆さんね。うん。ね滑ってねなんかどっか打ったりするとねもう大変ですからね。 気をつけてね。はい。くださいね。うん。で、昨日ね、あの、朝早くから。あ、そうそう。やんばるに。あ、名護にね。ちょっと用事でね。行ってきたんですけど。はい。やっぱり名護は。あの、ほら、あの、名護のエンダーエンダブル。うん。あち結構みんなのね、こう、ちょっとした休憩場に。なってるのかなと思うんですけど。あの。すごい人いっぱいでしたね。いっぱいでしたね。の人たちも。朝もね、朝九時ぐらいだったけど。 もういっぱいね。いっぱいでしたね。席エンド満席じゃなかったですか？満席だったかもね。結構いっぱいして、で中国の方も朝モーニングしてたし、観光客の方も結構ねモーニングしてて、モーニングセット食べてたと思うんですけど、やっぱりねすごいですね。やっぱりあのはい、名古屋に集合となったらもうエンドって感じですね。とりあえずそこでったん 集まって,集まってツーリングスシェフたちもね<ー>そこで一旦ここで集合してちょっとあの腹ごしらえした後にまた向かうどっかに行くとかね。という感じでしたね雰囲気的には、ね。自分たちもね行ってトイレ借りて。 はい、借りただけみたいな。うちらはね、なもなも食べんかったけど、いいんですよ。中入らなくて済むからね。あまあちょね、そうね。あるんですよね。今度ね、すいません。名古のエンダーのガタトイレで借りましたみたいな。あの次二回分食べます。であとね、マラソンもしてましたね。あ、結構名古名ハーフマラソンがあって、五センチ。天気良くて割と走りやすかったかもしれないですね。うん。で、結構人いっぱい走ってましたね。 走ってましたねあれねやっぱり大きなとくいうかあのベビーカーをしか走ってる人がいるそうそうそう子供乗せてねベビーカーで二十キロあれ走るんですかねこれね赤ちゃんもびっくりでしょうね本当ですねもう閉催教育かねあれはなんですかねもしかしたらねしかしたらこの感覚を養ってマラソン選手にさせるみたいな<笑><笑> だけど、これって特徴は外人さんですね。<laughs> うん、あ、そうですね。日本人はあんまり見かけないんですね。うちなんちも。あの、やっぱり外人さん多いですね。あの、私たちが昨日見かけたかと思う、みんな外人さん。外人さんがね、あのベビーカーを押しながら走ってましたよね。でも、外国ではこういうのありなんでしょうね。あ、そうなんでしょうね。なんか、あんまり、こう、日本人だったら、うちなんちは、ね。で、うん、うん、マラソン大会にあんまり、こう、ベビーカーを押して。 っていうのはないんですけど、トリムマラソンとかだとね、距離が短いからあの一緒に出るっていう光景はよく見かけるんですけど、自分たちもねトリムマラソンの時にはね、あの三キロとかなのでベビーカースしながら子供たち参加するんですけど、さすがに二十キロは押しながらって大変ですよね。大変だと思いますよ。でもまあ以前っていうか何年前かな大きなマラソンでた時にフルマラソンですよ。いましたよ。やっぱり外人さん。外人さんベビーカー本当ですよね。フルマラソンですよ。 あれ坂とか結構大変です。ただですって大変なのに押しながらって結構深きますよね。多分かなりきくると思いますよ。あの押しながらのバランスできませんからね。そう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 。あのあの四カツってあのカツレの坂って言うんですか？うんあれ結構大変ですよね。あれをベビーカーをして走るんですよね。かなりなもんですよこれ。ね本当。うんでもなんか乾燥した感じでしたよ。走終わった後ちょっと見たけどなんかメダル下げてたからお。 すげえと思って。すごいねな、な、私乗ってた子供もすごいなと思って。あ、そう、そうだね。時間近く、<laughs> あの状況ですよね。これやっぱり英才教育だ。<ー>ああ英才教育なのか、何教育かわかんないんですけど。<laughs> <laughs> とにかく、すごいですね。はい、まあ、うん、ということで、はい。で、うん、まあ、今週後、あれもあるね。あの、水曜日。 ムチですかねうちの幼稚園でもムーチ作りがあるって言ってカさサ葉っぱを葉っぱがあるお家の方持ってきてくださいってってうちの子きたくさんおうちに咲いてるのでカさサがいっぱいあるのでっって人の葉ぱねゲットですか正式名所というか。 ゲット、いい匂いよね。すごい蒸したらね、すごくいい匂いで。うん、あれあのゲットの葉っぱは腐れないからありまくんですよね。ああ、むむち。はい。で香りも包んで。はい。もう腐れないんだ。腐れない殺菌効果とか腐れない効果があるので、それで包んでムチにしたらしいですよ。ああ、なんか意味が。眉毛みたいのもあるとかって聞いたことある。そう眉毛、そうそう眉もあって、あの蒸した。 蒸し器で蒸したたまり水っていうのかなこう出た水蒸し器にたまるんですけどその水は捨てない方がいいですよって聞きますあれ例えばお家の周りにあの巻く巻くとまゆ毛になったりとかあとそれであのお家を拭いたりとかすると殺菌効果もあるしまゆ毛にもなるってすごいですねだからこのね三人の葉っぱってすごいですよね大好きで香りが あれはどこにでもあるもんですかね。内地にもあるのかね。本当はどうかわかんないんですけど、ゲット、うん、ゲットのすごい繁殖じゃないですか。すぐ伸びますよね。すぐ伸びててどんどん広がっていきます、ね。はいはい。うんうんうん、だから多分沖縄昔これでいろいろね、あの何か包んで保存したりとか、うん、殺菌硬化のために使ってたんじゃないかなと思いますね。ああ、だからかムーチビーサイってありますよね。 だから今週寒くなるんだちょっと寒くなるかもしれないですね、今週ね。あね内地がこんな寒いということは、多分,多分沖縄も,、ね沖縄もね、寒くなっていくはずだから、ね、すごいね、昔の人は。そしてね、らっちゃんさんから。 来てて、は、うん、い,い、今日の北海道の私の地元は最高気温がマイナス7度らしいですよ。マイナス7度。はい。で最低気温もマイナス11度まで下がっています。やっぱ寒い寒いんですね。<ー>一,番一番下がった時はマイナス40.9度。ああ。日本ですかこれ？北海道って書かれてますけど。<laughs> すげえ<ー>。すごいですね。マイナス42.9 42度ってどんな世界なんですかね？ えー、沖縄ではちょっと冷凍庫以上の。冷凍庫以上で、こう外でタオルを振りまくと。濡れたタオルをふうってまっこ。カチンって凍る。って凍るぐらいの勢いですよね。多分ね、らっちゃんさん。あんあ、もう風邪いかないように、えー、らっちゃんさん体調管理気をつけてくださいね。ちょっとね、想像ができない,です、ね、<laughs> ないぐらい,い。マイナス42って言ったら。すごいですよね。体のじゅうもね、この間寒かった時沖縄で、あん時が。 九度とか。うん、沖縄でもね。あ、あん時、ず、自分ズボン三枚は入ってました。あ、そうですよ、ね。寒くて。ほとんど。は <laughs> <ょ>らちゃんさんから。北海道。カチンコチンになりますよ。ってカチンコチン。カチンコチン。なりますよね。<laughs> あ<ー>あー、すごい、もう出れないですね、外にね。ね、学校どうするんだろう。<laughs> あんまり寒くたら休み,休みになるんですかね。今日は東京の子たち休みらしいですよ、昼から。あ、そうなの。 ニュ寒いじゃ雪降るから。雪降ってて電車とかがどうなるかわかんないから、あと滑ったりとか危険っていうことで、もうあの東京の子たち、あの関東の子たちは、あのお昼からお休みって言ってましたよ。そんなカチンコチンの日は北海道はお休みなんですかね。沖縄の台風の時に休みになるみたいな感じなんですよね。みたいな雰囲気かもしれないですね。ああ、いやラッチャさんありがとうございます。もう寒い中ありがとうございます。はい。じゃね。うん。あ、学校お休みに？ん 学校お休みにならないさはい北海道お休みにならないんですか？東京東京今日休みって言ってましたけどここからあそうなんだ東京は休み。うん今日ぐらいのこう雪が降ると東京お休みって言ってましたよニュースで。北海道は休みならないんですね。四十ニ点九度。東京からミッキーさん雪すごいですか？新しとあ雪降ってますよ。新しんと新しですからねこれ相当ですよ。 ねえ、あ,もうありがとうございます。ね、でもね、いろんなもう情報も、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、あこの後ですね、三、うん、時半までお付き合いください。はい、はいえー、ビューティフルネームこの番組は株式会社キララ、頭痛整体のトータルヘルスウルル、お子様を支援保育所等訪問支援事業所ステップ白い歯で素敵な笑顔にセルフホワイトニングスマイル以上各社の提供でお送りします。はい、はい、じゃここで一曲ね。 じゃあ「はい、グリーンの奇跡」をお聞きくださいはい。 時刻は午後三時になりました。ビューティフルネームの時間です。この番組は私たちが経験したお話、本の紹介、日常での出来事をお話しする番組です。お相手は中曽根剛とちかです。はい。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス七六一アットマーク fm 小座ドット jp。ファックス零九八九三四八六五三 また FM コザでは Ustream とツイキャスで映像と音声を配信しています。FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。そして番組の模様は後ほど YouTube にもアップされます。FM コザの YouTube ページより視聴することができます。ぜひチェックしてみてください。はい。はいえっと うん、なんかね内緒は寒いみたいでなんかねお昼のニュース見たら、うん、結構雪東京雪降ってますね、うん、うちの子先週ねあの修学旅行で東京行ってきてるんですけど、うん、結構その時は晴れてて、うんうん、あのダウンジャケットも必要なくってうん、うんうん、あの普通に制服でまわれたって言って一て、うん、週間もねこんなに違うんですね,ね,ねはい、あ、すごいねさっきねそれあのちょっとそば屋に行ってそば食べながら 見てたんですけどね。はい、もうなんかあ暑くて沖縄はねそば食べながら暑いやつ言って食べてるんですけど、はい、上着取るぐらいだったから。うん、これ<ー>内地はね地はも,うもうすごい寒いみたいですね。ねそば屋で見てたけどもうすごいもう雪 雪東京ねすごい降ってますね。九州もしかしたら降るかもしれないですね。うん。なんか滑らないようにね皆さんね。うん。ね滑ってねなんかどっか打ったりするとねもう大変ですからね。気をつけてね。はい。くださいねうん。で昨日ねあの朝早くから ヤンバルに名護にね行ってきたんですけどやっぱり名護はほら名護のエンダー a ル、あっち結構みんなのねちょっとした休憩場になってるのかなと思うんですけどあのすごい人いっぱいでしたねいっぱいでしたねの人たちも朝もね朝9時ぐらいだったけどもういっぱいねいっぱいでしたね席エンダー満席じゃなかったですか満席だっったかもね結構いいぱして 中国の方も朝モーニングしてたし観光客の方も結構ね、うん、モーニングしてて、うん、モーニングセット食べてたと思うんですけど<ー>やっぱりねすすごいですねやっぱりあの名護に集合となったらもたらやっぱりエンダーって感じですね。<laughs> とりあえずそこで行ったん 集まって,集まってツーリングスシェフたちもね<ー>そこで一旦ここで集合してちょっとあの腹ごしらえした後にまた向かうに行くとかね。ていう感じでしたね,ね雰囲気的に自分たちもね行ってトイレ借りて <laughs> 私じゃちょっとトイレ借りて。

走ってましたね。あれねやっぱり大きなとくいうかあのベビーカーをして走ってる人がいる。そうそうそう子供乗せてねベビーカーで二十キロあれ走るんですかね。これね赤ちゃんもびっくりでしょうね。本当ですね。もう並載教育かねあれは。なんですかねもしかしたらね。ちっちゃい時かしら感覚を養ってマラソン選手にさせるみたいな。<laughs> でこれって特徴は外人さんですね。<laughs> うん、あそうですね外人。 さあ時刻は三時十六分を回りました。ビューティフルネームをお届けしています。はい、また東京ミッキーさんからですね。でも思っているより寒くない。寒くないんですね。おしゃれにこだこだわる人だけ寒いと思う。なるほどやっぱりし寒いとね、おしゃれできるみたいな感じでしょうね。なるほど。でまたミッキーさん、風が強いと吹ぶいて歩いてても。 視界が悪くなるので嫌ですね。あ,あ確かにね。そやっぱり視界が悪くなるぐらいですからね。ねこれはすごいですね。ね本当だね。もうあの普段、うん、やっぱり慣れてないと運転とかも怖いでしょうね。言ってでしょうね。あのチェーンとかね沖縄ではもう絶対経験することないと思うんですけど、<い>やっぱりねタイヤにねこう。 やるのかな今やらないと。今日汗やってましたニュースで。やってた。巻いてた。巻いてくださいって言って。へえ。ねミッキーさんたちもどうなんでしょう。運転する機会があるときやっぱり巻くんですかねこんな。ね。雪が降ってるとね。あもうねをつけなですねもうね。怖いですもんね。車もおいし人もいっぱい歩いてるしね。はい。ミッキーさんの気をつけてくださいね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 今日ねちょっと私あの私が今手がけている福祉のことを少し問い合わせが多くてあのちょっと福祉の話をあの皆さんまにお話しできたらいいなと思ってであの先週もある小学校からえっとあの先生小学校の先生から電話があってあの是非小学校にちょっとあの 気になるお子さんたちの支援で入ってほしいって電話があってそれで来週から1個となってるんですけどでこの私がやっている保育所等訪問支援事業っていう事業はですねあの平成24年の4月1日から施行されてえっと児童福祉法の中の児童発達支援っていう。 ものがあってですね。これはも国が定めた制度なんですけど、うんはい、その中にえっ、ー、と保育所等訪問支援事業というのがあるんですね。はいはい、うん。でこの保育所等訪問支援事業っていうのは、うん、あのこのえっ、ー、と障害を持ったお子さん、はいうん、が通う保育園から、うんうん、もう言えば高校まで 教育現場だったり風景現場だったりっていうところに私が実際に訪問していって、うんはい、でその子と関わる、えっと、保育士さんだったり教員だったり、うん、あと支援員っていう方たちにこの子たちの関わり方をちょっとこう私はあの指導すする立場なんですねいろんなとこ今回ってるんですけどうん、うん、やっぱりそのこういう制度があること自体がなかなか 皆さんんまだ分かんないですよ、ね、あまあ多いでしょうね、うん、そういう知らないっていうことであの二十24年に、うん、まあ新しい制度なので24年から始まってるんですけど、うん、で沖縄県内でも実はやってる事業者さんがとても少なくて活動してる事業所さんって、うんうん 4つぐらいいかなと思います<つ>、うん、あの本当に必要としてる子たちはたくさんもいるんですけど、はい、この事業所この保育所等訪問支援事業っていう事業所自体が沖縄県内に少なくて、うんうん、それでなかなかそれもあって、うん、また知名度が低いかなっていう,う,うところなんですね。で私、うん、こう現場に行って先生たちといろいろ話していって、はい、私がここ行くことでやっぱり先生たちも安心するみたいですね。うんうん やっぱ専門的な知識のある人からちょっと教えてもらうと、うんはい、あこんなふうにやって関わっていけばいいんだっていう,うで実際やってる先生たちは今までこう関わってきた先生たちは、うん、あこれでよかいいんだって自分が今までやってたやり方は。 間違えててなかっったんだっていう<ー>先生たちも自信にもつながりますし、うん、また新しい情報が入ってくるということで、うん、とても先生たちからも、まあ、あの私が支援に行くとすごくあの喜ばれてはいるんですね今<ー>じゃああれですかねこの、はい、現場教育現場の先生方もこの保育所と支援っていうのがあるということを知らない、はい 先生っもなので私が行って現場に行って、うんはい、こういう制度があったんだって初めて気づく先生たちもいっぱいいてうんうんだからこれからねどんどんもっとこう,うあの私も伝えていかないといけないかなと思ってるんですけどでもあそうでしょうねやっぱりそ,のそういった学校にお子さんたちが来てまあさあ こ,うね、この子を教育していきましょうってなるとどうすればいいのかなっていうりうに思っていそれぞれの個性があって、うん、みんなそれぞれ違うし、うん、先生たちも先生たちなりにっぱり勉強はしてるんですけど、うん、それぞれの個性が違うもんだから、うん、どんなふうにこう関わっていいかとか、うん、あと,あと体に不自由のあるお子さんたちの関わり方とかが一番とても難しいみたいで,、はい、で私は理学療法士なのでやっぱりその辺、 今まで22年間、うん、あの病院で経験したということもあって、うん、っその辺もとっても先生たちからあれですね、うん、あのすごく、えー、とまあ頼られるというかやっぱり先生たち分からないですねこう体の使い方とか脳性まんとか障害があるあそうでう、ね。うん 体に障害があるお子さんをどんなふうに動かしてあげたらいいかとかっていうのがやっぱり分からないのでそれをこういうところはこんなふうに動かしてあげたらいいんですよとか体育の時間はこんな体育を取り入れたらいいですよってこの子の持ってる能力を引き出しながらあの私伝えていくのでもうすごく先生たちにもすごくあの入っていくとあの、うんうん、喜ばれるっていうかね。これってあれですか、うんはい、例えばこの学校に、うん そういったお子さんが来て、うんうん、先生がこれどっか何か言うんですか。どっか、あの、使い、<あ>保育所等支援事業を使いい。使いたい、使いたい,いう、使いたい、お願いしたい時は。うん、には、まずは、その子の親御さんに、先生たちから、こう、うんうん、ちょっと、こういう制度があるらしいですよって言って。はいはい、先生から伝える場合もありますし、うんうん、で、この子たちみんな。 あの相談支援員さんっていうその相談支援員さんがこういう制度がありますよって伝えて親御さんにうん、うん、親御さんもその制度を理解して、うんうん、じゃあ,あのこの制度を使いたいってなった場合はまずはお住まいの市町村の障害福祉課に障害福祉課官の方にまずお話しに行って、うん、こういう制度を利用したいっていう。 こととと話するとあとは障害福祉課の方がどんなふうに手続きの仕方、うんはい、この支援を利用するためにどんなふうな手続きを踏みますっていうのは、うん、全部障害福祉課の方で、うん、あの教えてくれてますのでじゃあまずは役所なんですね役場に障害福祉家ですね障害福祉課に行ってで相談をする、はい、とあとはまた自分が今利用している相談支援員さんに。 あの伝えてもいいですし相談審査ん全部分かっているのでこの福祉の制度は、うんうん、にちょっと話しかけたりしてもいいですしという感じでこのそうあの保育所と訪問支援という,、うん、うっていうのをあの利用するときにはこううちょっとあの手続きが必要なんですけどで,すでもねそんなに歴史がないんでしたらね、ね、まあこれからのまあ福祉だと思うんですけど。も まあそういった福祉ができたっていうこと自体やっぱり必要だからできていると思うので,うでとても必要ですね、うん、私現場にって思うんですけどやっぱり必要な子がたくさんいるので、うん、もしそういうねあの使いたいっていう方はホームページとかでも保育所等訪問支援とは、うんうん で、やると出てきますので。もし、ねちょっと興味のある方は。そうです。これって、あ、なんていうんですか。支払いとお金モデル、ど、どんな。これは、もう受給者、それぞれの家庭の。所得によって、市役所が出します。あ、なんか認可保育みたいな感じですね。はい、はい。利用料というのが出てきます。なるほど。でも、それぞれ。あ、なるほど。その子によって違うんですね。そうです。あ、なるほど。あ、あと、あの、はい。みきさん、東京は。みんな。 電車通勤、なるほど。車じゃないんだね。車じゃないんですね。そうですよね。ああ、じゃあよかったですね。電車とかあったかいし。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあもうそろそろ時間となりました。えっとこの番組は株式会社キララ、トータルヘルスルル発達支援。 すいません間違えましたえー、っとお子様を支援保育所等訪問支援事業所ステップ白い歯で素敵な笑顔にセルフホワイトニングスマイル以上の各社の提供でお送りいたしました今日もお付き合いいただきありがとうございましたお相手はチーカーと中曽根剛でしたまた来週この時間にお会いしましょう,う,うさよならさよなら 寒、ね、みたいだからね、ね皆さん,ん気,を気をつけてください、い風もひかずに。また来週はいさよなら。さよなら